はい、どうもみさん、こんにちは。ラオ先生です。さあ、そして、静岡の男、杉山です。はい、よろしくお願いします。今回ね、杉山先生と何回かコラボをね、させていただいていて、TikTok とかともね、もう一緒にコラボをしたりしているので、面白かった TikTok もね、見てもらえればなと思います。さあ、今回のコラボ企画は、もちろんガミさんが握ってるんですけれども、はい、今回のコラボ企画は何でしょうか、ガミさん。今回の企画は、塾講師、元学校の先生、どっちが先生に向いてるの？これ、皆さん、どうです？結構、自分、向いてると思いますか、杉山先生。いや、私は全く思いません。思わないですか？うん、思わない。なんか、簡単になんか、先生になったきっかけというか、あれがあれば。先生になったきっかけは、私は社会と音楽を両方教えてたんですけど、社会は、まあ、単純になんか、こう、歴史漫画とか、歴史の小説が好きだったからっていうこと。で、音楽は、まあ、音楽、吹奏楽部に入ってたので、もっと、吹奏楽とか音楽の勉強したいなって思った時に、普通にサラリーマンとして働いてたら仕事中に音楽聴いてたりとか仕事中に楽譜見てたりしたらダメじゃないですか。でもあ、これ音楽の先生だったら仕事中にいくら音楽聴いてても仕事中に楽譜読んでても誰も怒られないなって思って、じゃあ音楽の先生だろうと思って先生になった。なんか自分の趣味が結構趣味なのパーソナル。ちなみにラオ先生、僕真逆です。僕ね、そもそも先生になろうと思ったことなんて一度もなくて、その自分の出身大学とかも学校の先生になるような人って周りにいなかったんですよね。どっちかっていうとなんか教育委員会に行ったりとか省庁とかに行く人がすごく多かったので、なろうなんていう気はさらさらなかったんですけど、たまたま大学1年生の時に塾講師をやったんですよね。でアルバイトとして、そしたら1年目で結果が出ちゃったんですよね、意外と。で2年目もうまくいったんですよね。で、そしたら3年目に教室長やってみないかって言われて、1年間教室長やったら生徒数が2倍になったんですよね。おあ、多分向いてるなって思って、まあ、じゃあ先生しっかりやろうかなってことで先生始めたのがきっかけですね。なるほど。向いてると思います？まあ向いてるとは思う、ちなみに10段階評価でお二人とも自分は何ぐらい先生に向いてると思います？杉山先生。私は2。2。おお、低く見積もりましたね。ラオ先生。9。おお、大きく出たね。はい。ということで、じゃあどういうふうにこの先生に向いてるのか向いてないのか測っていくのか。ウェブとかでよくある、教職適職テストっていうのを持ってきました。ほう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 。で、全部で10問あります。はい。この質問に、はいといいえで答えてください。はいといいえ。はい、でそれぞれの質問にどういう意図があるのかっていうのも最後にちゃんと説明するので、はい、直感で答えてもらえればと思いますので、はいはい、じゃあ1問目、大人と話をするよりも子供と話をする方が好き、はいかいいえ。2問目、はい、小さなことは気にならない、大胆さが武器だと自認している。鳥さん、何かと傷つきやすい繊細なタイプだと思う、はいかいいえ。4番、人を褒めることよりも悪いところを的確に指摘するのが得意。じゃあ問いの5番、どんな時も自分の意見を押し通す強さを備えている、はいかいいえ。じゃあ6番いきます。はい、聞き上手というより話し上手である。7番、どちらかというと一匹狼タイプである、はいかいいえ。8番いきますね。情熱的な感動屋さんで気持ちが顔に出やすい、はいかいいえ。9番、我慢するのは嫌いで我慢しなくてもいいように状況を変えていきたい。というの10番、これ最後、仕事とプライベートのメリハリはしっかりとつけたい、はいかいいえ。いやー、これ悩ましい。はい、じゃあ、はい、何個ありますか？1,2,3,4,5,6,7、7個です。7個。ラオ先生、はい、何個あります？6個。これ、実は、はいの数が少ない方が先生に向いてます。なので、この場合で言うと、ラオ先生の方が向いてます。おー。ちなみに、僕、これ10段階評価なかったんですけど、僕勝手につけました。うん、はいが10個。うん、向いてない。やめた方がいい。はい、8個、まあ無理せずにやったら。6個、まあやりたければやれば。で、まあ、4個、普通の先生にはなれんじゃない、で、2個、まあいい先生になれるっしょ、っていう感じで言うと、杉山先生は、まあ無理せずに。まあ無理しない結果今に至るから。やめてるんだって。で、ラオ先生が6個なので。まあやりたければやれば。まあまさにっていう感じかなと思って。そうなんだ。これ結構意外ですよね。それぞれどういう意味？
なんかどうですか、受けてみてどういう意図がありそうですか、それぞれの質問ごとに。社会に向かわない人間が向いてそう。わあ、悪い言い方するわ。はい、ということで、じゃあちょっと1問から、このウェブに書いてあった解説読みますね。はい、問いの1番、まず問題が、大人と話をするよりも子供と話をする方が好き、はい、これについてのアンサー、はい、教師は子供と話す以上に同僚や管理職、保護者などの大人と対話する力が求められます。教師の志望動機に子供が好きだからという人がいますが、一方で大人と話す力も求められるのが教師という仕事なのです。ちなみにこの2人は、はい、はい、2人もはいね、分かる分かる、でもそれ、あ、合ってますか。うん、苦手だもん、嫌だもん、管理職とかする管理職さん、あんまり使いますよ、使いますボロクソにもうこれでもかと言いそうになるから、管理職とはまあよく揉めてました、確かに言われてみれば。僕はこれ受けて、その通りだと思う、うん、実際に俺は保護者に対する苦手得意が結構はっきりしてるんだよね。だから確かになって思うね、うん、じゃあ次2番いきますね。2番、問題が、小さなことは気にならない大胆さが武器だと自認している、うん、これについてお二人の答えっていうのが、はい、いえ、だからアンサーが、教師は大胆さと繊細さを兼ね備えている必要があります、うん、矛盾するようですが、この2つをバランスよく持っている人でなければ務まりません。いつまでもくよくよしているようではダメですし、一方で小さなことに気づく力も必要です。でこれなんかどっちも必要でしょっていう話だよね、よく言ってるけど、うん、いや、これ全てに精通する気がしますけどね、うん、実際どうですか、ここのこういう風に書けって言ったでしょ、なんで先生が言ったように書かないのとかっていうおばちゃんの先生とかいるじゃん、うん、なんかそういうのは全くない、もうあ、やった、うん、オッケーオッケーって感じだから、うん、そういうところでやっぱ、うん、そういう細かいチェックとか向いてないなと、うん、あ、でもそこ繊細さが生きると思いました。ちなみにラオ先生は塾の経営をしてて、うん、細かいところに気をつけてないと、いろいろ落としどころがあると、なんかこう塾の経営っていうのはできないなっていうのはすごく思う。例えばだけど、なんかこう塾ってそれこそ、まあ、学校もそうだと思いますけど、こう100通りの人間がいて100通りの生徒がいるわけだから、その生徒それぞれで教え方を変えてあげないとダメ、うん、でそのためにこう例えばプリントとかを作るじゃないですか、演習プリントとか、それ間違ってた時に生徒にまあ舐められるんですよ。ああ、なるほどね、うん、だからそういう意味で言うと繊細さは必要だなとは思います。でも学校の先生も大体間違えるよ、ね、テストの時にガラガラって入ってきて、すいません、問い1なんですけど、あーって書いてあるのが、カッコの間違いです。ああ、すっげえ、ざけんなよ、ね、絶対あるじゃん、絶対あります。これ今、2番、3番がこれ共通です。何かと傷つきやすい先生のタイプだと思うのと、小さなこと気な大胆さが自認している、これが一緒です、うん、次4番です、いきます。4番、人を褒めることよりも悪いところを的確に指摘するのが得意、これに対するアンサー、子供は褒めることで成長します、うん、いいところを的確に見つけ、褒めることができない人は子供の成長を促せず、教師としても信頼されません、うん、まあそりゃそうでしょうねそりゃそうだねこれ僕勝手に思ったのが、これ結構親にも言えんじゃないかなって。ああ。じゃあ親の方がそう、本当に、うん、褒めると嬉しそうな顔するんだよね、生徒もまた、うんうん、だからそれがまた嬉しかったりするから、うん、褒めるのは大事、うんうん、と5番いきます。どんな時も自分の意見を押し通す強さを兼ね備えている、うん、これにするアンサー、自分の意見を述べることは大切ですが、それ以上に謙虚さが求められます。何が何でも自分を押し通そうとする我の強いタイプは決して教師向きとは言えません。いやいや、これ反論ある、はいはいはい、反応ある。シンプルに考えるときに、絶対あげてあげるよっていう先生と、うん、まあまあ私の授業を聞いてね、まあ自分なりにも頑張って、私も頑張るからっていう生徒、あ、先生、どっちについていきたいかっていうと、俺は完全に圧倒的自信がある先生についていきたいと思うんですよね。ってなると、なんかこう謙虚さ、もちろん必要だよ、絶対必要だけど、それよりも授業に自信があって絶対楽しませてやるっていう先生の方が、俺個人的にはなんか好きだし、ついていきたくなるなっていう要素があります。なので僕はハイです。いや、まあ、私もハイなんだけど、うん、もうね、私熱血の先生大好きなんだよ隣にいますよなんでそんな自分に自信があるの先生でよく言うのが、もう俺言うこと聞いてるか知らない、もう100人いるわけですよ、違うのよ、あなたのことは好きな人もいれば嫌いな人もいるの、
っていう前提で私はやってたんだけど、なんでそんな自信持って自分についてこさせようとするんだろうと思ってました。まあ多分それは現場の違いだろう。学校は100通りの生き方、うん、でも受験のゴール、要は学習塾でのゴールは受験合格っていう一歩、うん、そこでこうやっぱ僕も学校に行ったら多分そんなこと絶対言わないです、うん。じゃあ次、6番え聞き上手というより話し上手である、うん、これアンサーは、はい、教師は話す仕事と思っている人は多いですが、話し上手を自認している人が相手の心に響かない、うん、理解できない話をタラタラしているケースは少なくありません。子供や上司、同僚の話にしっかりと耳を傾ける力も必要です、うん、まあ納得ですか。それはそうだと、うん、もうなんか別に有無を言わさずって感じですね。じゃあ次、7、どちらかというと一匹狼タイプ、はいはい、アンサー、教師が一匹狼でいられたのは昔の話。今の学校組織は校長先生をトップとしてチームで動きます、うん、一匹狼で良いと考えているようなら教師という仕事を選ばない方が良いでしょう。そんな厳しい。ボロクソ言われますよ。ボロクソですね。ボロクソですね。でもこれ実際どうなんですか。でもそうだよ、本当にそう思う。だからあのね、ただねこれすごい身勝手なのよ、本当に教育委員会とか文部科学省とかも、ある時代には個性を伸ばせる個性的な教員というのが求められてます、今の時代は。でたくせに次の時代から急に協調性みたいなコミュニケーション能力のある人材を求めていますみたいな、急に変わったの、うん、でも確かに今は協調性の方だろうなとは思います。はい、じゃあ次8番いきます。情熱的な看護屋さんで気持ちが顔に出やすい、はい、これに対してアンサー、熱血先生は理想の教室長と捉えられがちですが、一方で冷静さも必要です、うん、すぐ逆上してしまうようでは子供に怒鳴り散らしたり手を挙げてしまったり、あってはならないことをする可能性があります。なのでやめてください。やめてください。あ、私はやめてください。僕がつけます。それは俺は別にそんなあのひっちゃかそれこそなんか感情を表に出すことでなんかその生徒をなんか殴るとかそこまではしないんです。怒鳴ることもないです。ありますか。で私もあんまり怒らない先生だった。怒らないっていうよりもなんかもう詰める感じ。なんだろう、なんだろう、前言ったよね、飲みた感じです、はい、どっちかバーンっていうのはもうほんと1年に1回ぐらい。でも実際どっちの方が効きますか、生徒の。絶対バーンの方が効く。あ、そっちですか。絶対効く。まあ、僕個人的には理路整然とご理詰めされる方が怖いなというか、そう、公立高校、公立の中学校とかにいるそのやんちゃな子たちは僕喧嘩のプロみたいな子たちいるわけだから、だから言っても絶対向こうの方が口なのよ、うん、だから理路整然と詰めれば分かるだろうっていうのは無理だ。なるほど。じゃあ次ですね、はい、9番、我慢するのは嫌いで、我慢しなくてもいいように状況を変えていきたい。これは、はい、ね、この3人、誰もが多分はいと思ってくださいアンサー、教育はすぐに成果が現れるものではありません。いくら教えても理解に近づかることがあります。忍耐力が物を言う仕事だと言って良いでしょう。どう思いました。総合的に考えて、なんか組織でうまくやっていける人って感じだよね。あ、その教師と。はいはいはい。うん、どうですか。まあ教師としてはそれは大事な能力だとは思うけど、まあ一個だけ反応していい？あの教育はその長距離である。要はすぐには結果が出ないとこ。いやいや出ます。勉学にこと勉学。こと勉学においては出ます。うん、やれば出るし。それはちゃんと言う。じゃあ最後の問題、仕事とプライベートのメリハリはしっかりとつけたい、うん、これはアッサーね、これあれなの OK なのね、これ、うん、教師は仕事とプライベートの境目が曖昧な職業です。5時以降は仕事のことは忘れて過ごしたいと考えても現実的には難しいでしょう。むしろ、勤務時間以外も含め教師の仕事を楽しもうとする姿勢が求められます。うーん、求められるんだ。でも実際現場はどうなんですか。いや現場は実際ね、やっぱそうだと思う。その要はもうプライベートと仕事が区別できないというよりも、現実の話するとただひたすら勤務時間が長いっていうだけだ。普通の会社員は9時から5時、まあ伸びても残業で6時とか7時、まあ行かないぐらいだと思うんですけど、うん、先生って行く何時から何時まで働いてるんですか。
今まで一番働いてた人で教頭先生なんだけど、朝5時に学校に来て証券会社帰るのが夜の9時っていう人がきついんですよ。なんかどんな仕事があるんですか。朝5時に来る必要性があんまり分かんないんですけど、それはちょっと家に居づらいっていうのはそれは個人の問題じゃないですか。でもね、これマジで部活と日中やってる先生とかね、半分ぐらいは家に居づらいっていう家族サービスできないからと思いますか。できないし、そう、なんであなたいつも仕事ばっかりでいないのって家からやっぱり言われるわけじゃない。娘とかからもさ、お父さん臭いから来ないとか言われてさ、家に居づらいから土日部活やってるって先生結構いるよ。ちなみに塾ではどうですか。これは塾は結果が求められる仕事なので、まあ、正直こう勤務時間長ければ偉いとか働いてれば偉いとかいう感じではないんですよね、うん、授業さえちゃんとやって伸ばしていくと、うん、なので、まあ、本当に自由です。要は働きたい人は本当に朝から夜までいます、うんうん、けどもちろんパッとやってパッと授業して帰る人もいるので、うん、そこに関して言うと学校の先生よりは比較的自由だと思うんですね、うん、なるほど。でお給料も時間じゃないです、結果です。塾の先生は、なんかそこね、学校の先生すっごいそれ嫌いな人が多くて、私はそれでいいと思う、成果主義の方がいいと思うんだけど、学校の教員評価システムっていうのを作ろうみたいな話になったら、本当教職員組合とかみんなで反対運動を起こそうみたいな、署名書こうみたいな、すっごい反対するの。だから理由とかあるんですか。だから学校教育はその数値で測れない。で校長は私がじゃあ教室で生徒とどうやって接してるか見てないでしょっていう、うんうん、そう、それをあなた数値化するのがおかしいでしょっていうのが学校の先生の結構多くのスタンスなんだよね。そこに対する杉山先生の感じ。いやでも私は絶対バリバリ働いてバーンと終わったらはいバリって言って、でも成果出してるから給料高い方っていう方が私はいいと思うんですよ。まあでも学校は公的機関なんだね。そうだ、まあ学校の先生はそれでいいんじゃないですか、うん、急に突き放したね急に最後突き放したね、はい、ということで杉山先生が、はい、あ、これ7個か7個、ラオ先生6個という形 で、はい、ラオ先生の方が先生に向いてました結果になりましたが、向いてない、よかったですね、はい、まあただ一方で、まあ、杉山先生みたいな考えの先生も必要かなと思いますし、まあ、そうじゃない先生も、まあ、熱血教師ここに書いてあるのが全部陰気の先生も、うん、必要かなと思いますので、うん、まあ、いろんな人がいいのかなっていう結果ね、うん、いいですか、はい、はい、はい、今回はね、先生適しているのどっちだっていう風な企画をやらせていただきました、ね、まあ、どっちも、元先生、僕は今も先生ですけど、まあ、杉山先生元先生ということで、まあ、その学校の立場、塾の立場両方あると思うので、まあこの動画見てね、こうなんか職場環境どっちの方がいいのかなとか、うん、そういう時に参考にしてもらえるといいんじゃないかなと思います、うん、はい、はい、というわけで、今回は来ていただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは今回はこの動画で終わりにしましょう。それではバーッ。